川崎ローム斜面崩壊実験事故は、1971年11月11日、川崎市幾田緑地公園内で行われていた斜面崩壊実験中に発生した事故である。この事故により研究従事者及び報道関係者ら15名が、生き埋めとなり死亡した。現在、生田緑地内、川崎市、岡本太郎美術館入り口脇に、慰霊碑が立っている。川崎市、 岡本太郎美術館のアプローチ階段の左側に、ある異例被写面崩壊実験の場所、後にゴルフ練習場となり、現在は川崎市岡本太郎美術館がある当時、関東に広がるローム大地における崖崩れの仕組みを解明すべく、科学技術庁は昭和44年度から3、可燃計画5500万円の費用で研究を進めていた。 本実験はその一環であり、四省庁の研究機関の協力のもと、関東ローム層で構成された大地における斜面崩壊に関する総合研究として行われていた。内容は、ビクタ緑地公園内に設定された試験地において、実際に斜面に散水し降雨を再現することで、人工的に斜面崩壊を発生させ、どのくらいの雨量で崩壊が発生するかという、 基礎データを収集するものであったこの実験と試験地の選定については、昭和42年度から準備が開始され、横浜市磯子地区、南玉の造成地、川崎市周辺などが候補に上っていたが、昭和45年2月18日付で正式に川崎市長から許可を取得して、現場が定められた。昭和46年6月9日に、 この実験計画の承認が行われている。試験地の斜面角度は30度、崩壊予定部の底辺は幅100メートル、観測景気、観測用ビデオカメラの設置場所は、斜面最下部から約50メートル離れた箇所、丸太の防護柵の高さは1メートルであった。試験地の両側は、小立が茂っており、計測班や報道陣は、試験地の側面ではなく、 崩落面の正面で計測、記録を行っていた。現地における予備実験は4月27から28日、7月8から9日、11月4から6日の合計7日間行われ、さらに11月7日は雨が降っていた。生田緑地、斜面崩壊実験事故現場の平面図生田緑地。 斜面崩壊実験事故現場の崩壊斜面の断面図9日午後3時半から、散水を開始し、11日午後3時34分、総雨量が470ミ、mm、リメートルに達した時、高温とともに斜面に爆発的な崩壊が発生。崖上部から、ステド、ローム層本体、さらにサレキ層の一部が崩落し、土砂は防護柵をなぎ倒して、外下55メートルの池にまで到達した。 その崩壊の速度及び規模が予想外に大きかったため、実験関係者、報道関係者を含む25名が生き埋めになり、15名が死亡、10名が負傷した。事故の瞬間は死亡した、富士テレビの佐竹正カメラマンによって、カメラが土砂に埋没する最後の一瞬まで撮影されており、同局で放送された。また、 日本テレビのカメラマンによっても撮影されており、1971年11月12日付の読売新聞有観に連続写真として掲載されている。この実験に際して安全対策上の不備、特になどの点が挙げられている。ありがとうございます。